30分くらい配信できるかなっていう感じです。イエイ。いよいよですね。はい、そうですね。今日はちょっと朝から別のね、まあ多分もうちょっとしたら皆さんにご報告というか皆さんに宣伝できると思うんですけど、朝から別のお仕事があって、そう、それをやってからやったので、朝からっていうかちょっとごめん持ったわ、昼からそう、ちょっとだけ別のことをお仕事をしてから今日は今ここにいるので、そう、なんかねメイクもしてくださいって来てたんですけど、もう劇場でなんかマスクしながら、うん、そのなんていうの、そのお仕事の現場から劇場に行くまでにマスクしてたら絶対もうメイクよれると思ったから、もうそのお仕事はなんか、でもみんな知ってる、わかると思うんですけど、そんな顔がそんな出ないお仕事そんなっていうかほぼ出ない、公式ホームページぐらいにしか顔が出ないお仕事なのでそうだから、もうすっぴんでやってやりましたよはい、ごめんなさいね。まあでもすっぴんでやってやりました。でじゃがりこもらった、ちょっとだけ食べた。え、じゃがりこって対象年齢あんの？やば、初めて知った。でもマスクは取らないから、うん、大丈夫。あれ、リップ、あー、うわ、やらかした。もうやらかし案件1。保湿用のリップ、色付きのリップはあるんですけど、保湿用のリップを、うわ、そう、保湿用のリップを筆箱に入れて、そうだ、この間、そうだ、授業中になんかこの ポーチから出して塗って、ポーチをまたどうせすぐ使うわと思って筆箱に入れたんです。うわ、やらかした。待って、他のリップがあるよね、ちゃんと。待って、焦る。じゃあ色付きリップで対応。うん、やらかしてるわ。もう朝からしょぼん。朝じゃない、今昼だわ。昼からしょぼんです。やらかしたので、でも他は大丈夫、メイク道具もあるし、歯ブラシもある、メイクなんちゃらなんちゃらもある、大丈夫のはず。あとは忘れ物ないはずだから、保湿のリップだけ。あ、でもオイルはあるので、リップオイルみたいなやつはあるから大丈夫。ステージに立つときはプルプルだよ。
ただその元根本をなんか潤す用のリップを忘れました。はい、やらかしたわ。ピヤン。マックメックさん、ハートありがとうございます。今日はハルピョンの大切な日ということなんですけど、どうですかね、どうなんですかね、どうなんですか。ドキドキですけど。ゆきりんさんの服はまだありました。はい、コスメとかもまだあって、私はあのハンドクリームとお洋服を1着いただきました。ありがとうございます。でもね、もうね全然なくて、本当に少なかったです。そう、なんか多分ショート丈みたいな、なんかいつか来ますね、うん、お話し会かなんかでいつか来ます。はい、嬉しい。なんかでも多分大丈夫なサイズ、なんかさトップスとかさ、あのあれとかはあるじゃないですか、その何ボトムスとかはさ、サイズがっていうのが多分あると思うんですけど、私がいただいたものはなんかワンピースタイプのものなので、多分サイズは大丈夫なんじゃないかなと思っておりますが、大丈夫じゃなかったらまあドンマイということで、まあオンラインお話し会くらいならサイズくらい大丈夫じゃなくても別に大丈夫でしょう。はい、今日はねコンタクトをね下ろしたんですけど、下ろしたっていうの、新しいコンタクト、今日から新しいコンタクトにしたんですけど、したっていうか、なんていうの、その2ウィークなので2週間目の一番最初の日なんですけど、マジ目乾燥してたの嘘みたい。今昨日まであんなに大変だったのがとっても嘘みたいです。はい、すごく潤ってます。もちろん目薬も持ってきてるので大丈夫ではあるんですけど、いつ乾燥しても、でも全然いらないくらい。バッグ何も入んない。さてキャリーに入れよう。Hey What's up。 やばいな、ヤマハモが一番やばいかも。久しぶり、でもそんな一番久しぶりじゃないか。じゃがりこは公演が終わったら食べる、あと公演始まる前食べる。私お腹いっぱいで外出れなくて、外公演出れなく踊れなくて、待ってお財布入れるの忘れた。あダメだ、お財布入れたらあれがやばい。そうだ、このお財布は今私の携帯スタンドになってるんだった。そう、何の話してたっけ今、あ忘れちゃった。そうなんです、適当。
あ、そう、なんかご飯食べた後踊れないんですよ。だからいつもご飯は公演の後に食べてて、そう、いつも。でもあのこの時間くらいに食べれば大丈夫なので、今日は今さっき唐揚げくんのレギュラー味を食べました。見て、クリスマス仕様なの。なんかチーズが売ってなくてレギュラーにした。久しぶりにレギュラー食べた。オマールエビのパスタうまそう、食べたい。皆さんはお昼何食べました？タメさん、さくらちゃん、ハートありがとう。みんなのお昼事情。ナポリタン、パスタ率高め。ヤンニョムチキンを自分で作る。うわー、作ってほしい。発表に。焼きそば、焼きそばパン。今から大学の学食、マック、親子丼、焼肉。マックね、グラコロ食べたいな。うわ、マック、いやでもね、考えたんですよね、マックでもいいかなと思ったんですけど、今日でもいや、グラコロ食べてから踊る気にはなれんと思ってやめました。グラコロっていつまで食べれるんだろう。まあでも少なくともグラコロ食べた後に踊る気にはなれんと思って、そう、駅着いて唐揚げくん買って、ほんでまで見る、ありがとう。ぜひ皆さん、当選してない方とか、ちょっと用事で行けないんだよ今日っていう方とか、ぜひほんでまさんで見てね。最近モコモコのアウターを着てるからモコモコがついちゃう髪に。グラコロは1月の上旬まで。なるほど、まだいけるな。うん、でまで見てね。メンバーみんなハルピョンは細いって言いますけど、やっぱり小食ですか。え、食べますよ、めちゃめちゃ。はい、なんかでも食べても太らないし、いや太るんですけど、顔とかにお肉はついたりはするけど最近ちょっとやばいなって思い始めてるんですけどそう、でもそんなになんか爆食いしたからめっちゃ5キロぐらい太りましたとかにはならないし、かといって食べるのを抑えたから痩せましたにもならないんですよ。そう、なんかなんかダイエットの停滞期がずっとあるみたいな感じ。そう、だからダイエットするモチベにもならない。そう、悲しい。なんかね、それがあるからなんか数字が減ってく感じを味わえたことが、でもあの時は味わった、さすがに夏はちょっと味わったんですけど、そうだ、あんなに食べなかったら人間ってそんなに痩せるんだなとは思ったけどそう、でもあれは本当にもうお水てかポカリしかみたいな感じ。もう本当になんか別に欲しいとも思わなかったから、体がそりゃ痩せるわってぐらい本当に全然食べてなくて、うん、だからそれの時はそうだったけど、でもそっから普通の生活に戻ったらもうちゃんと普通のこれまで通りの体重になって、今はそれをキープしてるっていうか、そっから動かない、動かしたくても動かないのではい、
そうなんですよね、悲しい現実。あの時はねマジでびっくりした。30キロ前半になって、そう2とか3とかになって、と思ったけど、でもどこが落ちてんのかも分かんなくって、そう2とかだったかな。うん、でも今は大丈夫ですよ。今はちゃんと健康体というか、この身長なりの体重ですので大丈夫なんですけどはい、そうです、びっくりしました私。どこ落ちたのこれと思って、本当に、うん、ハンナさんスパックサラサラありがとうございます。そう、でもなんかねすごい嫌でしたよ、うん、つまんなかった。やっぱご飯を食べるのがやっぱ楽しいじゃないですか。だからご飯食べるのと寝るのとが、まあ、生活してる中で一番好きなことで、アイドルしてる中での一番好きなことは、まあ、ステージ立つことなんですけど、でもそう、生活、普段の生活してて一番やっぱ楽しいなっていうか、一番この時間が長く続いてほしいなって思うのはご飯食べたり寝ることなので、そうだから楽しくなかったです。でも寝る時間はねいっぱい取ったいっぱい寝てましたけど、そうでもそれもなんか気持ちいい睡眠とかじゃなかったから、なんかもう寝ないと辛いみたいな感じだったから、もう今じゃねこうやって話せるけど、あの時はもうマジで、うん、本当に嫌でしたよ。そう、食べるものがなかったとかじゃなくて本当に食べたくなかった、うん、食べたくないっていうか別に食べなくてもよかった、うん、懐かしいわ。もうあれからそんなに経つのね。私はそうやってダイエットみたいにしてなんか痩せるっていう、なんか体重が減っていくっていう喜びを数字で見たことがなかったので、これまで大幅に。だからなんかそれはなんか、あ、ダイエットをしている人ってそうやってなんかやっぱ数字が減っていくのが目に見えてわかるのってやっぱいいんだなって思って、それがなんか楽しいんだろうなって思って、でもだからこそ停滞期が来た時になんかやっぱ辛いなって思うんだろうなっていうのを実感しました。そう、でもそれを味わえないからダイエットもしないし、しろよって言われそう。いや、したいなとは思うんですけどね、うん、でも私の来年の目標はほっぺと二の腕と太もものプニプニをなくすことです、はい、まあ、ここは多少あってもいいと思うんですけど、ちょっと二の腕と太ももは私多分そこに一番お肉がつくんですよね。すみちゃんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。
そうだからその振袖肉ちゃんたちをなくしてなくしたいです。なので、うん、でも太ももお尻ラインはみんな好きって聞きますけどね変態。うん、太ももお尻ラインはみんな好きって。そう、なんか卒業公演のリハをしてる時のゆいさんが本当に綺麗な、なんか私の理想としている綺麗な、なんか腕の肉のつき方だったりとかしたので、なんか そうなりたいなって思ったんですよね。ああいう綺麗なスタイルの大人になりたいなって思って。ほっぺと太ももは今の分かった。じゃあほっぺと太ももはそのままにするよ。ただ二の腕だけは落とすわ来年頑張るわ。うん、私はね二の腕と太ももから お肉が、やばい、こういうこと言ってるとやばい、今日の公演でいっぱい見られるから見ないでください。はい、やめてください。山内さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。顔だけ見てれば OK あ、マッサージして移動なんで欲しいとこにはつかないのかな。いや、ついてますけどねって言っときます。無事無理の舞台ゲストでは太もも、そうですね、結構太ももを出しときました。パピはチーム K 嫌いじゃないって来たんですけどあの、私チーム K を嫌いって思ったことは一回もなくって、はいなんか結構よくなんかどうせなんか組閣嬉しいんでしょみたいな話とか、なんかそういう話はちょっとねよくされるんですけど、あの確かに私とチーム K が合ってなかったっていうのはあります。そのなんていうの、チーム K のコンセプトっていうか、なんかやっぱみんなから目に見えてそのなんていうの、あるイメージと私のイメージとは合ってなかったっていうのは分かるんです。体育会系ダンスバキバキ系みたいな、それはすごい分かるんですけど、でもなんだろう、だから嫌いになったことはなくって、なんか強いて言うなら本当にその一番最初の SSA 終わりのなんか TDC とかあのリセットのレッスンとかに自分自身が参加できなかった、その自分のなんて言うんだろう、学業をちょっと優先しちゃったところがあって、そこで参加できなかったから、なんかあんまりその他のメンバーさんと、まあ、ひななさんは別なんですけど、ひななさんとかまなみさんとかは別なんですけど、他の先輩の方とあんまりなんか馴染めなかったっていうのは正直なんだろう、K としてやり残したことというか、でもそれはもうどうにもならないので、あの時に出れなかったのはもうしょうがない、もう自分がそうやって決めた道だからしょうがないし、うん、まあ、だから今自分がこうして大学に通ってたりとかっていうのができたりするので、なんか別にそれが嫌だったわけではない全く。でも確かにあの時にその他のなんかそれこそまこさんとかとなんか一緒にステージに立ちたかったなって思ったりとか、藤田奈々さんとか一緒にステージ立ちたかったなって思ったことはありました。はい、でも別にだからといって K が嫌いだなって思ったことは一回もないし、うん、
むしろああやってコミさんがさ、なんか TikTok 見ました？コミさんのチーム K のなんかいろんな場面を切り取って貼り付けて TikTok を作ってくださったんですけど、なんかそんなことをしてくださるキャプテンに、キャプテンの元でこうして同じチームになることができて本当に何だろう、嬉しかったなというか、なんかすごい幸せでした。もう終わるみたいな、まだあと2ヶ月あるんですけど1ヶ月半かあるんですけど、うん、ちょっと暖房消そう、乾燥やばいわ。すごい、そう、でも本当になんかそうです、別になんだろう、それは自分が決めた道だから、うん、別に自分が決めた道だからっていう感じ別に誰のせいでもないし、なんか自分がそれで別に不満に思ってるわけでもないし、そう、むしろみんなの方が不満に思ってるんじゃない？なんであん時出てくんなかったんだよって。それはマジでごめんそれはマジで謝る、マジでごめん、うん、本当にみんなマジでごめん、そっちの方ごめんだわ。さくらちゃんハートありがとう、パンダさんハートありがとう、キュンです、ありがとう。まあでも今回はチーム B は最初のコンサートだったり、まあ劇場もねあるので、ちょっとずつ、でももうすでに結構なんだろう、やっぱその時はなんか一番最初の兼任の時はマジでなんかエイトと先輩たちとか後輩、その別のなんていうの、 AKB4 の先輩後輩たちとなんか交流する機会が本当になかったから、なんかそれでやっぱりよりなんかドキドキしちゃったっていうか、ちょっと大丈夫かなっていう気持ちはあったけど、今はなんか兼任させてもらって4年経つんですけど、単独コンとかで他のチームの子とかと喋っ、後輩なんですけど喋ったりとか、ドボンで仲良くなった子もいたりとか、ゆいさんの卒業公演をきっかけにより仲良くなった子もいたりとか、なんかそういうなんだろう、これまでのその兼任、一番最初の兼任、一番最初って一回しかしたことないんだけど一番最初の兼任の前よりかは他のチームの方々、エイト以外の方々と喋る機会が増えたので、なんかすんごい不安ってわけではないです、別に。そうだから、なんだろう、やっぱりその時はもうエイト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 みたいな感じだったんで、最初に兼任ってなった時はすごいちょっと
大丈夫かなっていう気持ちはあったけど、なんかエイトどうなっちゃうんだろうっていう気持ちとかもあったけど、今はもうエイトもエイトであるし、ちゃんと兼任の兼任であるしみたいな。そうなんかまあ遊んでるようで楽しいようで何よりですけど遊ばれてます私の配信で。トムヤムくんさん、サイリウムありがとうございますおいおい30分、あ、待って、そんなに経った？もうやばい。じゃあちょっとそろそろ私は劇場に向けてちょっとネモハも一回やりたいのでネモハをやって劇場に向けてって感じです。はい、それではいきまーす。ランキング読みまーす。よかった、みんな見に来てくれて。これで誰も来なかったら寂しかった。緊張してきても、緊張はしちゃダメだよ。うん、でも緊張してきた。みんなだって今日はさ、ほとんど私のファンの方ってことですよね。え、そうであってくれなんかすごいちょっと嬉しいです。だってほとんど私のこと好きな人でしょ。なんか嬉しいなあはい、頑張ります。それではランキングいきます。1位パンナさんありがとうございます。2位ジョークスノーさんありがとうございます。3位カーアット、最高に、間違えた、今日は最高に輝いているハルピョンを目に焼き付けますさん、焼き付けてきますさん、ありがとうございます。4位レクサアットピョンズさんありがとうございます。5位マックミックアット、新幹線で向かってますさん、ありがとうございます。6位スミちゃんアット、生誕祭ではピョンのパフォーマンスしか勝たん、いやいや生誕祭以外もや、ありがとうございます。7位山内やっと、今日もたくさん釣っちゃってね、イヒヒ気持ち悪いよ、イヒヒって何、私の笑い方ってそんなんなのありがとうございます。8位サプライズレバーさんありがとうございます。9位しゅんごさん、間違えた、9位ともゆきさんありがとうございます。10位しゅんごさんありがとうございます。11位マー君あとぴょんずくんさんありがとうございます。12位さくらハート、配信楽しみ、キラキラハルピョンしか見ない、正解ありがとう。13位ジョシュアさんありがとうございます。そして本日のラッキーと88位は SS さんです、ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。ちょっとみんなが楽しみです。みんながたくさん、あは、頑張りますということで、それでは行ってきます。行ってらっしゃい。そしてみんなもお待ちしてます。来れないよって方も DMM さんでぜひ見てください。よろしくお願いします。ということで今日は来てくれてありがとうございました。またね、おやすみなさい。ピョンムービーは終わった後に撮れたらなと思います。撮れなかったらのために今ここで撮っときます。それではバイバーイ、頑張ります、行ってきます、行ってらっしゃい、またねー。